豊島正幸竜王です。おめでとうございます。皆さんこんにちは。今日の竜王就位式第33期の大変おめでたい席でありますが、本来であれば、ご関係者の方、それからファンの方々500人ぐらい、お集まりをいただいて、賑やかに、そして華やかに、この会が開かれるわけなんですが、あいにくのことに、コロナで、緊急事態宣言が発令されていると、こういう時でもありますので、誠に残念でありますけれども、こういう形式の、異例な形の就位式になりましたことをご了解をいただきたいというふうに思います。推挙状、豊島正幸殿。貴殿は今期竜王決定戦に優勝されました。よってここに第33期竜王に推挙いたします。令和3年1月25日日本将棋連盟会長佐藤康光です。おめでとうございます。おめでとうございます。ムービーカメラマンの皆様に、おめでとうございます。カメラマンの皆様、いかがでしょうか。目線をいただいてください。それでは優勝者の皆様、マスクをお付けください。ご協力いただいてどうもありがとうございます。この場をお借りして将棋ファンの心を揺さぶった写真トップ5を発表させていただきます。この多くのファンから寄せられた反響を踏まえまして、3月5日に読売新聞社から写真集第33期竜王戦七番勝負を刊行することになりました。では花束贈呈です。お願いいたします。竜王防衛おめでとうございます。おめでとうございます。本日は誠におめでとうございます。佐々木様、どうもありがとうございます。本日は、貿易体制のもと、竜王就位式を、開催していただきましてありがとうございます。まず主催の読売新聞社様、そして特別協賛の野村ホールディングス様、協賛の東急グループ様、UACJ 様、そして、ヘーベルハウス様、関係各位の皆様に、厚く御礼申し上げます。ちょっと緊張しておりますが、ですね、佐々木クリスさんにも、ご祝辞をいただきまして、昨年は作家の綾辻さんにいただきまして、なかなかお会いすることができないような方々と、竜王戦のおかげで、ご縁を持たせていただいて、非常に嬉しく思っています。今期の竜王戦を振り返りますと、まず、羽生九段に挑戦者が決まりまして、非常に、世間からの注目度の高さを感じながら、緊張感のある開幕となりました。第1局の渋谷セルリアンタワー能楽堂での対局は、非常に短手数ではあったんですけれども、濃密な将棋を指すことができました。第2局、名古屋、番勝寺対局では、羽生九段の序盤の新しい構想に対して、なかなかうまく指すことができず徐々に苦しくなってしまい、これで、シリーズが1勝1敗のタイになりました。その次、第3局、京都仁和寺対局が、今にしてこう振り返ってみますと、シリーズの分かれ目だったのかなというふうに思います。非常に際どい将棋でした。この将棋は、終盤のところが、非常に話題にはなっているんですが、自分としましては、羽生九段の8一馬から9一馬という勝負手であったり、自分が指した手だと2六香と打って2五歩と突いていったところの一連の手順などが、非常に印象に残っています。将棋は
終盤での逆転が非常に多いゲームで、それがすごくまあ魅力になっていると思うんですが、また、そこに至るまでの手順にも注目していただけると非常に嬉しく思います。そして、福島対局は延期になりましたが、吉川屋様はじめ、現地の皆様に歓迎イベントで温かく迎えていただき、英気を養うことができました。そして第4局の指宿白水館対局、また第5局の箱根花月園対局では、どちらも非常に難しい将棋で、一手一手神経を使う展開ではありましたが、大きなミスなくまとめられたのかなというふうに思います。シリーズを総括しますと、良い緊張感の中、ファンの皆様の声援が後押しとなり、自分の力以上の将棋を指すことができたのではないかと思います。また、羽生九段の卓越した対局感と、常識の外側に可能性を見出していくようなスタイルに、非常に勉強になりました。また、自分が年齢を重ねた後にまた思い返すようなシリーズになったのではないかというふうにも思います。また今回のシリーズでは、各開催地の皆様と読売新聞事業部の皆様に、対局の際、新型コロナウイルスの感染防止に、気を配りながら、対局を開催していただきました。ありがとうございます。また、読売オンラインや、若杉カメラマンの写真でも、非常に盛り上げていただいたと思います。こちらも本になるそうなので、ぜひよろしくお願いいたします。また明日以降、来期の防衛戦に向けて、一日一日精進してまいりたいと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。まあ、防衛というのを目標にずっとやってきていて、まあ、竜王戦も初防衛ですけど、その全体のタイトルの中でも初防衛になったので、そうですね、長年この目標にしていたことが達成できて嬉しく思っています。そうですね、今後は、まあ、やっぱり他のタイトルホルダーの方はじめ、まあ、たくさんやっぱり強敵が周りにたくさんいるので、そうですね、まあ、自分自身の力を高めていって、まあ、強い方と対抗して戦っていけるように、まあ、これまで以上に精進していきたいと思います。なかなか就位式とかもファンの方に来ていただくことが難しい状況なんですけれども、竜王戦の方は、前夜祭も1から3局で開催していただいて、ファンの方の声援がすごく励みになりました。またコロナ落ち着くと思いますので、今後も応援よろしくお願いいたします。